一番最初誰？一番最初誰？曲。あれにした。何一番最初何？マラだ。名もなき歌。この次だ。あと3人。あ最初だ。あ三人だ。マイクのボリュームだけちょいと気付けてな。あと20秒。オッケー。いけるやん。こんばんは。人類の旅を共にする素晴らしき仲間たちよ、お元気ですか？元気ですか？今日もあなたに会えたことに感謝しています。ありがとう、ありがとう。そして今日もあなたとピュアピュアトーキング。はい、いや3名だったらちょっとやっぱいいね、なんかね。そうだ、前回2人だったんだよね。そうだそうだそうだ、恋しかったよ。恋しかった。楽しいね、ラジオ楽しいって分かった。あ、聞いてた。聞いてた。いい感じだった。また違うんじゃない？なんか受けた。音質とかも違うんじゃない？あ、ラジオで聞いてみたいね。確かに違うね。いいぜ。また雰囲気出るだろうね。面白い。間違いない。じゃあ軽く趣旨説明をします。私たちが地球へ来たのは果たすべき役割があるからです。私たちは身体を持って地球と呼ばれるこの星に、人類の歴史の中でも特に重要な時期に種としての進化に参加するためにここへやってきました。これは私たちだけではなく全ての人に同じことが言えると思っています。それで私たちの役割というのはこの大規模に行われている進化の手助けなんです。つまりこのピュアピュアトーキングを通して地域の皆さんや日本の皆さん、そして世界の皆さんと意見の交換をして、人類の新しいライフスタイルへの準備を皆さんとしていきたいと思っています。それではピュアピュアトーキング50分ほどですが楽しんでいきましょう。お願いします。番組でのメッセージ募集をしています。メールアドレス761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックスが098-934-8653 098-934-8653 です。また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お楽しみください。お楽しみください。ありがとうございます。どんな？どんな？なんかどさん、ね、一応なんかすげえうちわの話で言ったらすごい流れだよね。やっぱりすごい流れの間違いない後の話をっていう。間違いない。内側の話。そう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 、なんつうのこの俺らなんかの3人、この俺らなんかの今さっきのすげえうちわの話からのって言ったら、確かにな、結構な壮絶な感じにはなってはいたよ。いける。なってでもあえてその壮絶な感じを俺らなんかで作ったみたいな、そうそうそう、なんかニュアンスもなんかある気がしてしょうがない。このなんか一応必然性見たら、さっきにサイジーが言ってた、まあ、トモヤも言ってたけど、なんか、まあ、全然違う話になるけど、必然性見たら、あ、納得すると。ってもやっぱり、面白かった。はいはいはい、一応俺は本当に、ね、あ、ごめんって思った。すごいこと。いやいや、熱い話だった。でもなんか本当にこんなのはなかなか拾えないし、なかなか
こういうとこでフォーカスし合うっていうのは、俺頑固だなっていう部分もあったり、まあ、それは間違いないけど、それは間違いないんだけど俺とかほぼあんまりフォーカスしてなくて、 CD とかやってる時になんかわけわかんないところに行ってまあこれはいつもあることだけどにしては結構行くねっていう、結構えぐってくねっていう。まあ一応じゃあラジオ前に死にちょっと熱い話してたっていうね。そうだね、そういうことだね、そういう話、熱くなってたっていうね、めっちゃ熱かったな時間ギリギリだったしな、間違いない。電話鳴ってる。ノブキチパーマくん。一曲目誰紹介だったっけ？これね、名もなきサイジくん。名もなきサイジくん。名もなきサイジくん。サイジくんの紹介からじゃあ行く？名もなきサイジくんの紹介から。いいんすか？名もなきサイジプレゼンツ。オッケー。じゃあ曲紹介お願いします。イエス、ミスターチルドレンで名もなき歌じゃあ僕
サイジ、ちょっとだけここ意識軽く向けてほしい。このマイクに。あ、マイク、マイク、うん、オッケーオッケー。あ、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 入ってますよ。どんなミスチル死にいい最近ハマってるってば。あ、前回もそういえばミスチルだったよね、うん、最近ミスチルハマってる。昔から好きだったけど、うん、なんか大人になって聞いて、あ、こいついいって思って。それはでもなんか俺もわかる、うん、ラストチャンスだった。 Give me a chance。 あれは違うんじゃない？あれ違う、あれは電波少年とかなんかライブライハ少年とかそういう感じじゃない？あ、顔だけ映ってるやつでしょ。だった？そうそうそう、いろんなとこ旅するやつでしょ、うん、あれは何？よかった、ね、ミスチー、ミスチー最近ハマってる。あ、本当なんか響くんかな。なんか響いてる、うん、あ、いいよこいつ。昔聴いてた曲と今聴いてた曲ではなんか聴き方変わったりするよね。結構ね、全然違う、視点が変わってるから、うん、変わるわけ。だからその時のなんかグッてくるよね、うん、これがよ。そうそう、雰囲気もあるしね。俺リスナーのレベルってそれだと思ってる。あ、リスナーのレベルとか言うさ、はい、レベルっていうのは、リスナーのレベルっていうのは視点、聞く視点、あ、うん、どんな視点でっていう、うん、あ、この中学校の時に聞く歌と、うん、で同じ歌をまた年取って聞いてもまた違うし。確かにね、確かにね、うん、それは分かる分かる分かる。感じるものが違う。はいはいはい。で、そうそうそう、昔は本当に全体的に雰囲気でキャッチしてるよね、うん、なんか本当に、そうそうそう、なんていうの、うん、あんまり歌詞にフォーカスしてないか。すげえ直感的に、うん、なんか自分のなんつうんだろう、自分の本当にセンスとかっていうのは、うん、これは、うん、でいい悪いで多分全体的に決めてるよね、うん、全体的に。何がっていうよりは、うん、なんかこれ聞いた感じいいとか、うんうん、いいよね、うん、いいよね。泣いたりする曲も出てくるよね。出てくる、出てくるよね、うん、そうそうそう。昔はその普通に聞いてたのに、いい、ね、泣ける曲いいよね、うん、熱い。昔はしかもなんか CD もちっちゃかったしね、うん、なんでしかもってどういう意味？シングルのしかもシングルのシングルの CD、うん、そうそうそう、ちっちゃかったよね、うん、ちっちゃかったな、ちっちゃかったじゃん、うん、アルバムがでかかったんだ。そう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 、確かに。なんかいろんな、じゃあさ、うん、ちょっと読みたいの読んでいい？本の一部なんだけど、はい、いいね。今パッて、今さっきパッて思いついたんだけど、このニール・ドナルド・ウォルシュさんの本、人類との対話っていうやつ。ニールさん、このニールさんがアメリカの人ね。はいはい、熱いよね、うん、いいよね。これは一応サイジーからの紹介で俺もこの本に渡ったんだけど、うん、あ、まあこの人の本に、うん、5、6年前ぐらいで、ここで、このニールさんがジョン・レノンにお詫びと感謝を込めてっていうタイトルで、うん、なんか書いてるやつなんだけど、ちょっと読んでいい？お願いします。想像してごらん。要求の上に気づくのではない相手との関係があること。もっと大きなもの、一人一人が達成感や自分の力を感じ、誰の中にも存在する自分自身と相手に対する崇高な思いの表現から生まれてくる関係があるのだということを。想像してごらん。誰かと一緒でなければ生きられないという気持ちから生まれるものではない恋愛があることを。誰かに頼ったりしなくても崇高で偉大な自分を余すことなく経験し、それを表現することはできるのだと気づける恋愛が存在することを。与えるという立場に立つことで本当の愛を知り、あなたが触れ合うすべての人の人生を豊かにする恋愛があるということを。想像してごらん。あなたの中にある崇高で尊いものを喜び、いわゆる職業や仕事があるのだと。その職業や仕事はあなたの本当の姿を経験するまたとない幸せなものだということを。想像してごらん。神を憐れなくてもよい人生があるということを。神のルールだとあなたが決めつけていることにほんの少し違反
したくらいで罪の意識を感じることなどない、人生があるのだということを想像してごらん。神と一つだと分かったとき、あなたの魂と精神と身体は自由を経験できると、そこであなたが感じるパワーは、あなたが夢見ていた人生を実現し、あなた以外の人の人生が実現する手助けをするのだと。想像してごらん。昨日あったことに対する消えそうもない悲しみや辛い気持ちだけでなく、明日への不安、不満や不安に終止符を打てばどうなるのか。何も悪くない、全てはあるがままで完璧なのだと。神は今のあなた、今のあなたがしていること、今のあなたが持っているの、持っているもの以外は何も望んでいないということを。そして最後に想像してごらん。生命に対する畏敬の念と生命の脅威の体験を、日々の中で起きる一瞬一瞬にあなたのあるがままの姿を表現するということを。それがあなたの素晴らしい目覚めの時だということを、っていう文章なんだけど。いいね、壮大だね。すごいな。いや、ちょっと難しかったけど、だからところどころすごくなかった。想像してごらんっていうのをかけてるんだ、うん、ジョン・レノンと、うんうん、すごい、これすごいな、うん、いいね。なんか誰かと一緒でなければ生きられないという気持ちから生まれるのではない恋愛があるということを、っていうのデイジー響いたわけよ、うん、まさにそれあるなと思って、うん、で与えるという立場に立つことで本当の愛を知り、あなたが触れ合う全ての人の人生を豊かにする恋愛があるということを、とか結構グイグイきょったんだよね。来るよね、そういうのね、うんうん、そうじゃないと思ってるからね、うん、そのなんていうのかな、真逆で、うん、やっぱりこいつがいないとできないって思ってるし、うんうん、なんていうのかな、自分の力を全部こいつに持っていってるよね、うん、本当はもうちょっとこいつとも愛し合いながら、うん、お互い自立しながら自分のやりたい経験と、うん、でもお互いちゃんと愛し合ってて、うん、っていうことが可能ではあるけど、うん、可能性がね、うん、この人がいないと生きられないって言ったら、自分の持ってるものの表現っていうに関しては可能性が狭まれるよね、うん、ちょっと確かにね、うんうん、っていう、うん、ちょっと言いたかった。すごい可能性ではあるよね、うん、なんかあ、そういうこともなんかそういう関係でも ありえるんだっていう、うん、できるんだなっていう、うん、すごいあれではあるよね、うん、なんかあの教えではあるよね、うん、はいはい、あ、なるほどねっていうね、なんかこの客観、そうなのかっていう、客観性をなんか与えてくれるよね、うん、なんかこのニールさんはね、うんうん、確かに。でもそれじゃない恋愛をするのは、それがわからないからとかでもなくて、うん、一応全部スタイルだよね、うん、そうそれが楽しいとかでもあるし、うん、俺は全然まだ楽しいわけ。ただこの文章を読んで、うん、結構選択肢が広がったって感じ、うん、間違いない、うん、ああそれもあるんだって、ね、そうやっぱり縛られるからね、もう全然型にはまってない感じ、うん、思い切ってるよね、一応ね、確かに、うん、思い切ってる、うん、思い切りたいね思い切りたいね男としては思い切りたいよね、間違いない、うんうん、分かる、うん、まあ、一度じゃないにしても、うん、そうだ、ね、分かるよ。そこはね、多分男のロマン的なものも入ってるよ、うん、どっちかといえばこの言葉は男寄りなのかもしれない、うん、あ、思い切り、はいはいはい、うん、あ、女の人側はまた違う感性が確かにあるんだ、あるんかな、うん、思い切りニュアンスの違いってことか。そう、うん、これは男の人の野望っていうか、はいはい、夢っていうか、はいはい、なんかそういう関係だったら男からしたらめっちゃいいでしょ、うんうん、間違いない、うん、だって自由で、でまた奥さんも子供もいて自由でっていうのは、うん、本当にもう願ってもないでしょ、うんうん、いいなんか独身並みに動けて、うん、っていうのは本当にやっぱりなんか夢は見てるけど、うん、でもやっぱりそうしないのは、俺はまだそれが、うん、それもなんか必要な経験で、うん、間違いないね、うん、そこを通って家族ちゃんとやって、うん、っていう経験っていうのが大切なんじゃないかなと思って、うん、今を大切にしようかなと俺は思ってる。そうだね、でも間違いない、うん、でもいいと思う、うん、この
この方法もあるんだよっていうのはやっぱりあの手順にも言いたいし、うん、そういう生き方もあるよ、夢も膨らむよね、選択肢だけを見せたい、ね、ただ、うん、こんなだけじゃなくて、うん、こういうお互いの関係もあるし、うん、だけど俺なんか愛し合ってるんだよちゃんとっていう、うん、どういう関係でありたいかとかも大事になってくる、確かにね、いろんな提案だよね、話し合いの中で2人で決めればいいと思うしね、うんうん、提案いいね、提案っていい、強要にならんからね、そうそうそう、なんか本当にニュアンス、言葉ってニュアンス間違えるととてつもない伝わり方するからで今の俺サイジ君のやつで見たら、うん、例えばこんな方法もあるんだよっていう風にもしサイジ君が、うん、どんなニュアンスで言うか分かんないけど言ったとしたら、うん、なんか今爆発すんじゃねえのかなとか今思ったから、爆発されてもちょっと困る、だから俺もなんかうまい提案っていうかなんて言うんだろう、この本当になんか愛のある提案っていうか、2人でなんか俺はあの自分のなんか嫁とかと2人でこの自由な道に入っていきたい感は死に強い、うんうん、そこの融合は間違いなく素晴らしい、すごいね、それすごいよね、それいけたら、ね、うん、めっちゃ難しいねでも一応できない、あの不可能ではないから、まあ、できないってことはないからね、絶対、うん、だけど一応なんか、うん、ここにフォーカスしてクリエイトするのはなんか、うん、お互いにとってメリットがしかないような気がする、間違いない、なんか面白い、素晴らしいな、うん、でも本当になんか選択肢としてね、ただ見せるだけ、うん、ないって言ったら、うん、俺はないでいい、ああなるほど、はいはい、もうそれじゃないって言うんだったら、まあ、それはただ、うん、今、うん、そのタイミングってだけかもしれないし、ね、うん、そうそう、うん、俺が今それ押し通したところで、うん、ただ終わるだけだと思うし、いきなり後々来るかもしれないからね、うん、そういう提案が向こうからその時ちょっと困惑しそうだ逆に、え、マジで行かないでみたいなありえる逆にありえる、うん、すげえなそれ、まさかのパターン、まさかのパターンありえるよありえる逆状態になってるでしょ、今度聖司君がめっちゃジェラシーなやつになってるでしょありえるありえる俺から言う分にはいいけどみたいな、うん、お前からはやんなみたいななんてわがままなんでしょう人間ってね、うん、じゃあ今回のフリートーク、はい、テーマ何する、うん、さっき許しで、うん、許しいくじゃん、うん、じゃあ許しでいっちゃう、うん、今日のテーマ許し前回も許しなかった、俺あったと思う、あったような気がする、なんか許すこと、手放すことじゃなくて、あ、手放すことは年末だったな、許すことあったっけ、うん、やった、俺あやったと思う、やってないかな、あのひらがなでみたいな、やってないね、あ、ひらがなで、あの時許すことじゃなかった、多分なんかでやったら、なんかっていうのはひらがなの許すねみたいな、うん、あーそう、なんかあったわ、あったよね、あったでもやってないと思う、でもやってない、ね、話はしたと思う、やってないな、話だけして、たぶんなんかどっか吹っ飛んでったんかなちょっとじゃあ許しについて話してみる、そうなんだ、いいね、許し、うん、許す俺刑務所でも結構話したってば、あ、許すこと、許す、うん、で、あの同じ刑務所に2つ上の沖縄の人がいたわけ、お、マジ、サイジなんか同級生、うん、8年ぐらい暮らしてたんだけど、入ってるんだ、うん、この人が俺が許しについてみんなとシェアしたいってずっと言ってたら、うん、こいつがこの企画作ってくれて、この2つ上が、うん、で一緒にやろうみたいな、うん、でお前の表現の場作るよって言って、うん、作ってもらったわけ、デイジ嬉しかった、すご、うん、まあ、一応この人まだいるんだけど、あ、まあ向こうにいるんだ、うん、お、映画の主人公的なものになったら、前言ってたっしょ、そうあ、この人がその主人公なんだ、主人公っていうか、うん、あのずっとスポット当たってる、あ、そうなるほど、許しなんか成長する過程、うん、この許しっていうのは助けるのかなって思ってる、うん、ちょ、そうだよね、うん、許さないと前に進みたくても進みきれないわけよ、確かにずっとこの過去に縛られるよね、その過去にとどまるっていうか、うん、だし、なんか本当にとっても不幸、ああ、許せてなかったら不幸、はいはいはい、なんか自分許せてないイコール自分を許せてないわけ、うん、それ多いね、うん、だからもうなんかよ、うん、この人が惨めになっていく一方だし、うん、なんかもうあと
人許せない行動とか見るさ、うん、そしたら実はこの行動が自分と似てたとかもあるよね、うん、あるあるあるあの自分では気づかんで、うん、なんか自分見せつけられるところあるよね、うん、自分が嫌なところは抑圧してたのに自分で、うん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 、この人が見せてくれるから自分のこの抑圧してたのが出てきて嫌がるっていう、うんうん、だって一応なんでいきなり不快感がを芽生えるのっていうのもあるさ、うん、なんでだって何がそうさせてるのっていうところあると思うんだよね、うん、全員が全員それを見て同じ不快感を持つってことは絶対ないと思うから、うん、何かの原因でその人がそれを見たことによって不快感とか、うん、なんか怒りとかを得るわけだから、うん、絶対その人の内側に何かがあるよね、うんうん、それは過去とか子供の頃なのかもしれないけど、うん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 、じゃないとなんか謎だよね、うん、理解ともつながってるよね許しって、うん、やっぱり理解しないと許しに至らないさ、うん、確かに、うん、そうなんだよね、理解した時に初めて、うん、ああそうだったんだって許せる、うんうん、相手のことを理解してなかったら許す気にもならんから、許す気にはならない相手を、うん、理解の幅が広がるってでもいいけどね、うん、なんか確かに、うん、理解しようっていう姿勢がなかったのでまず許すってなんないよね、うんうんうん、いやリンクしたねやっぱり理解と許しは、うんうん、これは2つ結構鍵だよね、うん、理解、うん、なんか許すに、うん、許すっていうものに対してのポイントは、うん、理解するってことだ。でもこれすごいよ。だって間違いない、許せない時ってもうその人に対しての姿勢もないもんね、うん、その人の立場に考えるっていうのはもうなもっぱらできないよね、うん、もう背いてるよね、うん、背あの背中を背けてるよね、うんうん、これはまずいパターンだよ。まずいパターンだよ。もし相手が赤いやつでしょ、うん、赤いやつでしょそれ、うん、赤い赤いやつでしょ。いやそう、それクマだったらもう一発だよ。や最近テレビ見たからやあれ言ってるからや。最近はテレビからこれ触発されてた。そうだね、うん、これめったに見ない、出てきたからな、めったに見ないもんだからあのやたらやられてるわけよこのテレビって。影響力半端な、これすごいよ。いける。 TV すごいよな、うん、TVこれもちょっと熱くなったらまたすごい、うん、展開に行きそうだからこの抑えるけど、この許さないでいると、うん、まあ結構前分かったって言ってるんだけど本で、うん、なんか病気になるみたい。あそうだ、許さないでいると、もう研究結果で明らかになったって。でもだいぶ昔でこれも、うんはいはい、この本では最近とか言ってたけど、うん、病気になっちゃうんだ。がんとかいろんなものを生んでいくわけ、うん、やっぱり許さないっていうことのエネルギーの、うん、この波動がダークなんだ。すごい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 。ダークなエネルギーを持って体が病まないことっていうのはもうありえないんだぜ、うん、間違いない。だその逆で言えばハッピーは健康を保つんだぜ、間違いない。そこの関連性はすごいと思う、はい、この精神の自分がどういう感じでいるかで健康性っていうのは、自分の健康性は、うん、デージ関連してる、はいはい、そこは感情とか大事だよね、うん、大事。この慣れ親しんだ感情、バロメーターだからね、感情、うんうん、感情でアルミニウム物質とか引き寄せたりするみたいだけ、アルミとかなんか。どういうこと、うん、この感情も一応このエネルギーとして出てるさね、うん、この物質と、うん、目には見えないだけだって一応本当に出てるさ、うんうん、はい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 。いやこれと引きこの感情が例えばじゃああのー、怒りもう分かりやすく怒りは、うん、怒りのエネルギー出したらそれと引きつけられるものっていうのがアルミニウムとする、アルミ、うん、例えば、うん、例えばね、例えばでも、うん、はいはいはい、怒りが引っ張る引力、うん、バイバーイ。でこのアルミがこのアルツハイマーとかを引き寄せる原因だったりするわけ。あ、うん、そうそうそう。だから例えばじゃあずっと怒ってたらこの怒りがアルツハイマーじゃなくてこのこれと引きつけ合うのがアルミ、うん、引き継ぎしてそのアルミがアルツハイマーになるっていう、アルツハイマーをはまって意味が分からん、意味が分からん、どういう意味、これアルミは例え出るんじゃないんでしょ。いや、うん、例えてる、うん、そう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 、もう本当になんかこのネガティブな感情は引きつけるんだ、うん、要はアルミ食べてたらアルツハイマーになりやすい。アルミを食べる、まあ、食べるっていう分かりやすく言っただけで、アルミアルミをこの体に摂取してたら、はいはいはい、でもこの要は
目に見えないレベルでも引き寄せてるってことさ。アルミとアルツハイマーが本当に波動の話で、波動の話、これは関連性があるわけ。あるあるある、アルミとアルツハイマーに。そう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 、それはもう出てる、はいはいはい、アルミニウムかな、なんか忘れたけど、とりあえずアルミがつく、はいはいはい、をなんかが摂取すると、それは怒りじゃないよ、怒りじゃなくて憎しみだったかな、一応なんか似てる、アルツハイマー、ネガティブ方面と似てる。アルツハイマーってあの記憶的なとこだっけ、結果欠落だっけ、忘れていく感じ、うん、ね、うん、じゃあちょっと聞いていい、うん、だ怒るさ、うん、怒ったとしたらその怒りの引き寄せっていうのはアルミを引き寄せるわけ、うん、その感情のこの波動がアルミを引き寄せる。じゃあ、偶然的にもじゃあアルミの夜間で沸かした水を飲むとする、うん、でそこにアルミが染み出てるとするさ、うん、でそれを飲むとする、うん、そればっかり飲んだらなりやすい、そしたらアルツハイマーになりやすい、そうそうそう、でもって書かれてるよ。このアルミを引き寄せてるのはの大元は怒りなんだよっていうこと。この夜間に入ってるものを引き寄せたとかじゃなくて、うん、波動を引き寄せるアルミ、うん、もう見えないぐらいのアルミを引き寄せる。アルミっていう物質自体がアルツハイマーになるんだ、うんうん、なるほどね、良くないんだねアルミって。そうそうそう、あ、なるほどね、良くない、まあアルツハイマーがいいか悪いか分からんけど、うん、まあ、一応そういう風な、うん、になる。視力は見えないよね。一応確かに疲れるだろ、うん、今ご飯食べて、いやご飯持ってこいってんだよ確かに疲れるだろ、うん、確かに、ね、見てる人は疲れる、うん、まあそれだけじゃないと思うんだけど、うん、なるほどね、うん、まあ、いろんなのがあるんだ、ね、そう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 、うん、だからこの感情っていうのは、うん、薬飲むぐらい大事なのかな、あの薬って選ぶさ、うん、そんくらい大事なのかなって、うん、悪い感情は悪いものを引き寄せるんだよね、やっぱりね、うん、薬でもみんな選ぶでしょ絶対、うん、あれは体に悪いとか、うんうん、漢方にしようとかね、うん、そうそうそう、うん、そういう風に感情も薬みたいにご飯みたいに選んだ方がいいのかなっていうのはある、うんうんうん、ただ見えないから病気とかが外から降ってきたように思うけど、うん、もうほとんど自分で作り出すから、うん、病気ってと俺は思う。家庭関係とか、ちょ、そうだよね多分よ、うん、本当にそうだよ、本当昔から病は気からっていうさ、うん、多分これはそういうことを言ってたんだと思うわけ、うん、そうだよね、うん、多分なんていうのかな、観察した結果、大昔の人が、うん、医学もそんな発達してない時に観察した結果、病は気からってなったんだよ多分よ、うん、昔のことわざとかすごいからね、うん、すごいね、すごい、だからやっぱり一理あるわけよ、うん、どんだけ今が進化してるって言ってもやっぱりそういうのが機械とかがない時代で見てた人の観察力っていうのは本当に一理ある。ちょっと信吉パーマ君曲いく、行こうか、うん、ね、ちょっと曲どうぞ、ね、ちょっと2曲目俺持ってきました、持ってきました、うん、紹介していい、お願いします。ユッキーのプリズムのカバーでルカっていう人、どうぞ。
許し。いいね、許し。さっきのアルミの話面白かったの俺。やっぱりこんなの現実的な話が出てきたら、うん、あーっていう関連性と、うん、なんかいろいろ結びつくんだよね自分で、うん、感情やっぱ大事だよね、うんうん、勝手に湧いてくるって、ね、ほとんどの人が思ってると思うわけ、うんうん、自分でもこれをコントロールしようとは思ってないよね、うん、選び取れるっていう感情、うん、はいはい、ただ俺なんかがあの反応してるだけ、うん、外に、うんうん、そうなんだよね、反応じゃなくてね、なんか言えば傷つくっていうのも当の本人は傷つける つもりもないのに、うん、相手がそういう反応してるんだよね。そうそう、だから過去にそういう、癖をもらったっていうか、うん、癖ついた、うん、はいはいはい、この慣れ親しんだ感情をもう武器とする人もいるさ、うん、怒りでなんか切り開いていく人もいるさ、うん、それは多分この慣れ親しんだ感情だと思う、自分で選んでると思うわけ、うん、だけどもっといっぱいあるよっていう、うん、そうだ、この許し、うん、許し、やっぱりこの、ね、ギフトなんだよ、うん、やっぱりこの、うん、ギフト、ギフトだね。それをギフトって思うか思わないかっていうのも、うん、もうその人のね、うん、自由ではあるけど、うん、俺はそこに本当に気づいても気づかなくても最高の自由が与えられてることに楽しくなる、どっちにしろ自由だよね、うん、確かにね、そうだなと思う。例えば同じ映画見ても泣いてる人もいれば笑ってる人もいて、何も感じない人もいる、何も感じない人もいればバカにしてるやつもいて、うん、どう見るかさ、どう見るかで、あ、自分で視点を選べて自分でなんかこの気持ちをもらえるんだと思ったら、常にいいものをもらえるっていう選択をできるんだからね、どんな場面でも。確かにね、プラスの得点を見れば、うん、いつも自分でいい感情をもらえるからね、うん、はいはい、なんか許すって、うん、なんか相手のためにじゃなくてなんか自分のために やるなーって思う、うん、間違いない、うんうん、なんか許したから相手がどうのこうはもうどうでもいい、うん、そうそう、うん、相手は逆に言えばここはなんていうのかな、やってる側の思い過ごし方で、うん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 、思い過ごしで食らってない、うん、例えば自分がどんだけ許さなくても相手に何一つ食らわすことはできてないし、うん、無意味だけど自分が苦しいだけ、うん、ただそれだけの話、うん、だからやっぱり成長の過程ではね、うん、許してないあいつは死に楽しんでヘラヘラして毎日を過ごしてる、うん、別に許さないことで恨みもかかってないし何にもなってない、うんうん、はいはい、自分がきつい、恨みも自分に返ってきてる、うん、確かにね、確かにね、その楽しくない経験を自分がしてるから、うん、ダークな世界にいるさ許せないって、結局食らうの自分だけ、うん、確かに、うん、ネルソン・マンデラ、ネルソン・マンデラ、ネルソン・マンデラ分かるでしょ、うん、南アフリカ大統領、あの 目めちゃくちゃいい人、嘘、あ、それはオスマン、一応アフリカだからなそれは誰、あの人25年以上刑務所にくまって、ね、はあ、それでも許し続けてたっていう、うん、この監守もその人種差別 そのルール、そのシステム、国のシステムですら許すっていう、うん、その境地にいたら本当に幸せ感じてるよね、自由感じてる、自由、うん、人種差別をなくそうっていうことを大きく言って、ここで25年刑務所に入れられたら、うん、絶対苦しいさ、苦しい、そこで本当に助けてくれたのは許しいだよね、正当性があるから逆に、うん、苦しいと思う、うん、なんで俺は正しいことしてるのに、うん、なんで俺は25年も入らないといけない、うん、神様人生はどうなってんだって絶対思うよね、うんうん、だけど、はい、その境地にいないんだよね、うん、ネルソン・マンデラすでにね、うん、自分が正しいことやってるとかじゃないわけ、うん、もう表現なんだぜ、うん、自分はこんなするこういう人間だ、うん、っていうそれを本当にみんなに伝えるっていうか、うん、ためにあえてそこに行ったかもしれないよね、うん、間違いない、でもそのメッセージ性が残ってるからね、うんうん、その許しで相当救われた、うん、この許すっていうのに考える、うん、許すということについて考えるだけで相当救われた、うん、すごいよね、うん、許す、あの、まあ、今はいないけどちょっと相棒、うん、スグルいるさ、スグルと5、6年前かな、この許しについてとか話してたわけ、うんうん、だ要は自分の親が友達に殺されても、
許さないといけないんじゃないかなって思ってるって言ってたら、うん、いやフランにみたいな、うん、大丈夫かみたいな、うん、一応そうなるよねみたいな、うんうん、だけど今許せないかもしれないけど、もし現場で本当に殺されたら、うん、かもしれないけど、そう思ってるってばっていう話をしてたわけよ、うんうんうん、そんな風にしないといけないのかなみたいな、まあしないといけないのかなっていうのはしないといけないことはないからね、ない、うん、でもその時は思ってたわけ、自分がやっぱりど楽なのか、うん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 、なんか自分がやっぱり前向きになっていけるのはどこかって言ったら、うんうん、こいつをずっと恨んで、もう本当にこいつももうずっとこいつ殺したいってずっと思うよりは、うん、思いながらずっと生き続けるよりは、うん、もう死んだ親は生き返らないんだし、うん、そのなんか現実をちゃんと見たら許すっていうことにたどり着いた時に、うん、自分が自由になるしね、うん、解放されるよね、そう本当に自由になる、うん、確かにね、自分が解放されるよ、敵討ちとかね、日本でまた言葉があるからよ、またみんないろいろそういう感情って、うん、それっ残ってる言葉で多分されてるわ、触発されるよね、触発されてるわけよ、敵討ちとか、うん、多いから目には目をとかね、うん、そうそう目には目をとか、そういう言葉でみんな本当の自分じゃないものを、うん、なんか世間一般がそうだから、うん、それが正しいんだとやるんだけど、はいはいはい、結局は苦しんでるよって、苦しんでるよね、いやね間違いない、だそういうものに関して言えばやっぱりだから死刑とかあるさね、うん、まあ、ちょっとややこしくなるけど、うん、死刑とかもやっぱり許しっていうのを当てはめたらそうならないんじゃないかなと、うん、だけどやっぱりこの被害者の感情をちょっと、被害者感情にちょっとフォーカスしてるさ、ね、うん、だからそうしないといけないとかなんかあるとは思うんだけど、でも結局同じエネルギー使ってるなと思って、うん、許しのエネルギーではないなと思って、うん、目には目を、人類がまだそこに到達してないから、うん、今のところこれで完璧で、ね、完璧にいってるし、うん、間違いないね、死刑があるこのそれでやっぱり食らう人は食らってるし、うん、俺も死刑があることによって死刑じゃないんじゃないかなって分かるようになったし、うん、魂の成長はそこにあると思うし、ね、今の時点は、うん、超前リーいるさ、うん、超前リーが聞きたいね、久しぶり超前リーよな、ソロなんだけど、裏切り合いはどうしようもない、うん、許す以外に方法はないっていう、うん、言ってたね、うん、あーあるね、あったね、あれもバシンバシン、俺もバッチンバッチン来てから俺も食らった、うん、次あの歌流そう、すごい、許す以外に方法はないっていうよね、うん、許す以外に方法はないっていう、うん、なんかでも許す以外に方法はなく、うん、前に進む以外に道はないって、うん、確かに、うん、これが超前リーだったかな、だったような気がする、うん、超前さん、うん、多分分かんないけど、そろそろじゃあまだか、あ曲、うん、まだだな、もうちょい、あと1分ね、うん、あと 1,2 分ある時間、うん、許す、癒す、愛する、うん、モットーだったな、まあ、今でもある、うん、モットーとしてあるんだけど、俺はもう許すっていう段階はもう終わってる、許せる、何でも許せる、確かに結構この時怒ってるけど、うん、許せる、うん、あ確かにね、うん、引きずんないね、でも究極的に言えば許すっていう概念はなくなるよね、うん、だっていいか悪いかの概念がなくなっていくんだから、うん、恨みがもうない、あいつが俺に何やったとか、あいつが俺にこんなやったから、うん、あ俺がこんななってるとか、もうそんな考えには思い切れない、考え切れない、今の時代で言えば許しが最高のツールになるけど、うん、でももうちょい進んでいけば許しはいらなくなる、うん、確かに、だって許す必要がなくなるから、表現だからね、そう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 、うん、ルールもなくうまくいく感じになるんだぜ、何やっても過去の祭りだから、確かに許す以外に本当に方法はないよ、ないね、うん、確かに前に進むんだったらね、恨んでも自分が楽しくないだけだわけ、うんうん、確かにね、うん、イエスタデイ、じゃあ結局はね、キョックン行く、行きたいと思いますかね、じゃあ三発目、セイなんか一時間、セイのスーパースターって曲です、これどうする、バックでかけてマックスお話する、ちょっと、うん、バイバイする、どうする、かける以上かけとく、ちょっとかけようか、じゃあ、うん、とりあえずかけよう、
あ、どんなでもいいよ、喋る、喋る、喋れてもいいよ、うん、今聞きちゃったよね、マイク入ってた、あ、今入ってる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 、誰せいって、これなんか俺昔拘置所の中で、うん、ラジオから流れてきて、うん、もう泣いちゃったわけよ、おいいね、拾ったね、優しすぎちゃって、うん、もう泣いちゃって、はい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 、うん、おーおーおー、達也と決まん、達也じゃないし、達也すぐごめんすぐごめん、達也と決まった、達也じゃないし、ツーグと、俺シッチーバッペル、ツーグと誰、ギマ、ギマ同級生、あーノブの同級生、俺ツーグと達也かなと思った、俺もツーグと達也かと思った、達也似てるなあれ、うん、似てるよねちょっと、ギマ達也似てんな、うん、いいね、アベニュー歩いてるってウケるな、いいね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 、うん、泣いたっていうタイミングでね俺がおいみたいな泣いたから、ね、同級生さん、そうだそうだ、うん、すごいねいける、みんな楽しそうだね、楽しんでるね、みんなね、楽しんでるね、アベニュー歩いてるやつたち楽しんでるよね、楽しんでる 100% だね、楽しんでる、うん、間違いね、羨ましいよ、うん、いけるな、じゃあインドネシア行こうかな、そうだね、行ってこようかチャチャチャっとね、うん、チャチャと、うん、せやね、うん、すんご、あと1分、あ、いいね、あとこのまま、あと何分、このまじゃあピアピアトーキング、ピアピアトーキング10回目、うん、締めよう、え、今日10回目なんだ、今日10回、おお、10だ、うん、10回目じゃなかったっけ、10回目だと思う、今日10でしょ、うん、俺9回目来てない、ね、そう、前回9だ、うん、じゃあエンディングいっていい、お願いします、お願いします、世界にいる素晴らしき仲間たちを、来週もまた水曜10時にお会いしましょう、ありがとうございます、バイバーイ、ありがとうございます。